シャドウガーデンに加わって最初の頃は、私、自分のことをアルファ様と比べては落ち込んでたんですよ。でも、少しずつですけど、自分も成長してるんだなって思えることが最近あって。私が言ってる成長というのは、そういう意味ではなくてですね。はい、そうですね。それも私にとっては一つの成長です。そして次の壁もきっと乗り越えてみせます。目覚め、それはどういう意味？いえ、シド様は私の成長を目覚めという言葉で表現。違うんですか？